フランソワルトンは、霊長目、オナガザルカトラキュピテクス属に分類される霊長類。別名フランソワリーフモンキー。ほとんど研究が進んでいないコロブス類の一種であると、される。この種は、中国西南部からベトナム北東部に分布している。60頭ほどが北米の動物園で飼育されている。種名は当時中国南部流州圏の領事であった。 オーギュスト・フランソワにちなんで名付けられた。中華人民共和国、ベトナム北東部生息できる場所の範囲は限定されている。彼らは主に中国南西部とベトナム北部で見られる。野生におけるフランソワルトンの研究の多くは、厚生地湾属自治区の老公自然保護区とタスク水自然保護区で行われている。体長数48.5から63.5センチメートル。 メス55から59センチメートルオスは体長が55から64センチメートルメスが47から59センチメートルであるオナガオス82から87.2センチメートルメス83から88.7センチメートルオナガはオスが82から96センチメートルメスが74から89センチメートルとオスの方が 尻尾が長い傾向にある。体重5 9キログラム。体重は、オスの方が顕著に、重く、オス6.5から7 2キログラムなのに対し、メスは5.5から5 9キログラムである。大きさにおいて、性的苦手が見られる。全身は黒いが、耳から口にかけて白い。中倉の大きさの猿で、あでやかな黒い体毛を持っている。耳から頬の下部分にかけて、 非常に目立つ白い毛が生えている。形態学的特徴は、その複雑内にあり、四つの胃袋に分かれている。これは、植物中心の食物を消化するために必要な適応であった。硬い葉の繊維を消化するための巨大な大気栓を持っている。さらに進化的適応がよく分かるものとして二つの小部屋に分かれた胃がある。第一位ではバクテリアが、 唾液によっって始まった繊維の消化をし続ける。第1位は中性であり、バクテリアが増殖するのに適した環境である。第2位では、他の哺乳類と同じように酸によって、食物の分解が完了する。子供は0.45から 0.5kg で、生まれてくる。白尻リクロリーフモンキーティーデラクリーチャバリーフモンキーティーポリアセファラスなどを、本種の足とする説もあった。 本種、およびこれらの足とする説もあった種を t、フランケシーグループとしてまとめる説もある。くつろいだ様子で切り株に座る、フランソワルトンロサンゼルス動物園2003年8月から2004年7月にかけて、厚生地湾属自治区の老公自然保護区で行われた、調査では主に朝と午後に採食を行い、昼間には休息を行うという報告例がある。 この観察例では平均で日中の51.3%を急速に費やし、最食は23.1%、移動は17.3%、遊びに5%、毛づくろいに2%をそれぞれ費やしていたと報告されている。寒気には、急速や毛づくろいの時間が長くなる傾向があり、食物が少なくなる寒気に活動を抑えることで、消耗を防いでいる。 可能性が示唆されている。好む生息地はカルスト地形、すなわち熱帯及び亜熱帯で見られる石灰岩の崖と洞窟である。そのような石灰岩の崖に住むことにより、彼らは睡眠時の状況において有利な立場にいる。彼らは岩棚でも洞窟でも寝るが、洞窟の方を好む。フランソワルトーンは常緑樹林体の中で、 気温摂氏16度以上の場所を睡眠の場所として選ぶことも知られている。平らな土地ではなく、石灰岩室の崖や洞窟に生息、睡眠することにより、捕食される割合を大きく減少させている。彼らは常に身を隠すように行動し、就寝のために洞窟に入る際には捕食者を避ける、戦術として非常に警戒深くなる。 本種の縄張りの平均的な広さは19ヘクタールほどであり、1日の行動域は341から577平方メートルである。一般的に、食物としている葉の品質が低いと、栄養面での危機器や縄張りの縮小、移動に費やす、時間の短縮化をもたらす。最大の群は500から600個体を含むもので、朝陽が国立自然保護区で観察されたものである。 軍の平均的な個体数は4から27個体である。さらに、彼らは自分の縄張りを主張するために大きな鳴き声を上げる。また、採事のしやすさによって寝場所を変える。採事できそうな場所の近くに寝場所を選べばエネルギーを節約し移動コストを低減させることができる。寝場所に最適な場所と採事に最適な場所は必ずしも同一ではないので寝場所は 祭事場所の中心に位置するわけではなく、近接した場所に位置する。捕食を避けるために、祭事に向かう際には、同じルートを取り、連夜同じ寝場所に戻る傾向がある。通常およそ6から10カ所の寝場所を持っており、水資源、食物資源の変動によって、年間にその中の様々な場所を利用する。中高生であり、一立ちのほとんどを急速と餌探しに、費やす。 ある研究では、格乱を受けた環境における行動の時間配分は、休息が35.41%、餌探しが31.67%、移動が14.44%、身を寄せ合っているのが9.61%、遊びが8.56%、グルーミングが0.33%であった。移動、遊びグルーミング、 身の寄せ合いは季節によって大きく変化する興味深いことに、グルーミングは春には観察されていない。冬季にはより多くの時間を移動に使い、春季には身の寄せ合いが多くなる。4から27匹の群を作るが、多くは12匹ほどの群である。群は、メスが優勢な母系社会である。その群の中で、メスは共同で子育てをし、群に定住する傾向がある。 グループ内のオスは子育てにはかかわらず、若いオスは生成塾の前に群を離れる。小猿は血離れをする生後2歳頃まで面倒を見られるが、一度離乳すると親族との関係は群の他の個体に対するものと同じになる。食物の50%以上は植物の葉である。他にも果実、種子、花、茎、根、樹皮などを食べることもあり。 時折岩の表面や崖の鉱物や虫を食べることもある。4月から9月の寒気の間は彼らの鉱物である若い葉をよく食べる。10月から3月までの期間は若い葉があまり手に入らないため種子や傭兵、茎を食べることで補っている。食物に選択的であることが老公国立自然保護区で観察されている。主に10種の植物の若い葉を主に食べるが、 そのうちに種の実が保護区でよく見られる種である。もっとも場合によってはこの10種以外の植物も食べる。別の研究では分断された生息地ではたった4種の植物しか好んで食べないとされている。その研究によると食事の時間の61.6%はこれらの種の植物を残りの38.4%は その他の36種の植物を食べるのに費やされている。主な捕食者は、地上性のものと飛行性のものがいる。運氷は、潜在的な捕食者ではあるが、その数が非常に少ないため主要な敵ではない。冠橋リワシやクマタカのような空中からの捕食者の方が、老公の個体にとってはより大きな脅威である。繁殖様式は体制。一回に一頭の幼獣を産む。 出産間隔は20ヶ月。オスは生後5年、メスは生後4年で生成熟する。中華人民共和国では伝統的に薬用になると信じられている。分布は広域だが、個体群単位での分布は断続的で分断されている。稲やトウモロコシ用の農地開発、採掘、野焼きによる生息地の破壊、食用や 薬用の狩猟などにより生息数は減少している。ベトナムでは生息数において信頼できるデータはないが500頭以下と考えられている。中華人民共和国での2003年における生息数は1450から1600頭と推定されている。個体数はここ30年で着実に減少している。今日において彼らの生存を脅かしている原因の中で 最も影響力が大きいのは狩猟である。最も多くの個体が生息する老公では地元の人たちから薬効があると信じられており、特にその骨から作られた薬用種は疲労とリュウマチに効くと信じられているため地元の住民によって駆られていた。その他の危機は生息域の破壊である。この猿は石灰岩質の崖に住むが農民が自分の土地を耕そうとして 斜面下部に火をつけることがある。石灰岩は火に対して非常に弱く、これにより彼らの生息地が破壊されるだけでなく、主な食物が派であるために深刻な食料を不足をももたらされることになる。その大規模かつ継続的な個体数の減少にも、かかわらず、この種と生息域の保護に向けた活動は未だに最小限である。現在の個体数は2500を切っている。 コンサーベイションアクションプランと呼ばれる森林の保全と狩猟の禁止を目的とした計画が1996年に寄贈されたが未だに実施されてはいない。この猿を保護するには狩猟の禁止が実施されるだけでなく生息地も同様に保全される必要がある。2003年に国家林業局は本種が大幅に減少していることを認めこの地域において彼らを ハンターから守るための法整備の強化に同意した。さらにアジア開発銀行は燃料となる薪木の採集を減らし、ひいては火災の件数も減少させるため、この猿の生息地近辺に居住している住民がバイオガス施設を建設することへの援助を始めた。最後に地球環境ファシリティによる自然保護区とそこに住む個体を守るための計画が現在進行中である。 厚生地湾族自治区では推定で90%の個体数の減少が1980年代から見られている。2002年から2003年にかけての調査では14の群で307頭が減損することが確認された。1983年には推定4000から5000頭であった。1970年代には1400頭以上が、 1980年代には1500頭以上が殺されたという資料記録が残されている。2009年のタスク水自然保護区からの報告では、個体数はそれまでの5年で73%も減少し、そのため分布域はさらに縮小している。最近の個体数調査では、彼らは10の県の14地域にのみ限定されているとしている。ありがとうございます。